皆さん、こんにちは。本日は、リモートワーク時代に重要なモバイルデバイス管理とセキュリティと題しまして、コロナ禍でより加速した働き方改革で重要な要素である、デバイス管理とセキュリティの両軸についてお話をさせていただきます。スピーカーは私、JAMF でビジネスディベロップメントをしている下田が務めさせていただきます。普段は、企業の皆様へ、Apple デバイス管理、セキュリティの導入、ご提案、お手伝いをさせていただいております。 よろしくお願いいたします。本日のアジェンタはこちらの通りです。昨今のデバイスを取り巻く状況をご紹介し、この状況に沿って、これからの時代にどのようなセキュリティやモバイルデバイス管理が必要か、また、これら2つの両立についてお話をさせていただければと思います。セッション開始前に簡単に JAMF について紹介させてください。Helping Organizations Succeed with Apple これがジャムフのミッションです。直訳すれば組織の Apple 製品による成功をお手伝いするとなるでしょうか。最初のミッションに他の企業名が入ることも珍しいことかもしれませんが、それだけジャムフは Apple のビジネスにコミットしているということが言えると思います。弊社ジャムフはアメリカのミネアポリスに本社を置きます。今年はちょうど創業20周年となりますが、世界中の多くのお客様にご利用をいただいております。 JAMF とは MDM ソリューションの JAMFPro をはじめとする Apple 専用のデバイス管理ソリューションやセキュリティ製品の開発・提供を行っている会社です。今回は Apple 専用のデバイス管理ソリューションのみならず、昨今のリモートワーク環境をより安全なものにするお手伝いをすべく、JAMF のモバイルデバイス向けセキュリティソリューションを交えてご説明をさせていただきます。 JAMF は Apple に関連するセキュリティに特化したセキュリティ研究チームである JAMF t h r e a ボ Lab を有しています。彼らはサイバーセキュリティの専門家とデータサイエンティストから構成されており、その豊富なスキルを活かし JAMF の機械学習に関する教育演出エンジンである Medium と協力し、主に Apple 製品とモバイルエコシステムのセキュリティ機能を JAMF 製品と一緒に構築をしています。 アップルのエコシステム内の全ての製品における脆弱性、脅威、データ漏えいの発見に向け、頼まぬ努力をしています。本日ご紹介するデータのいくつかは、この JAMF スレトラボの調査をもとにお伝えしております。まずは、新たに生じたリモートワーク環境下での課題について説明をさせていただきます。このコロナ禍で大きな変化がありました。今まではオフィスの中、つまり、 組織の境界防御の中で仕事をすることがほとんどでしたが、コロナ禍により在宅勤務が増加し、業務で使用するデバイスや業務アプリ、企業のデータはオフィスの外、つまり境界防御の外に持ち出されるようになりました。数字で見ましても、在宅勤務は過去10年で4倍まで増加し、オフィスの固定席を使わずモバイルデバイスやノート PC など持ち運びで仕事をする人は全体の7割にも及び、 社内サーバーでホストされていたものも85%がクラウドに移行しています。また、境界防御の崩壊により72%の組織が新たなセキュリティであるゼロトラスト化を検討しています。このような急速な変化の2年間で多くの企業が在宅勤務とハイブリッド環境に対応できるような情報システムへ急速に移行する必要に迫られました。実際にどこでも働けるようなシステムを構築するために 様々なものを旧来のオンプレミスからクラウドへ移行するケースが増えてきていますこれに伴い発生する様々な課題も実際に体験されている方も多いかと思います私たちはどこでも働ける環境を実現することが重要だと考えておりこのような課題を克服するために企業での Apple 製品の活用を支援します本日はこのような背景から今一度新たに着目すべきモバイルデバイスに関するセキュリティについてお話をさせていただきます 多くの企業様では Windows PC が古くから導入をされており、Windows のセキュリティについてはよく理解をされておりますし、歴史的にも比較的大きな変化というものはありませんでした。そのため、組織や企業のセキュリティ担当は Windows に適用するソリューションやセキュリティポリシーなど、運用については深い理解があるものかと思います。とはいえ、組織のデバイス管理の中で、モバイルデバイスは通常管理のみならず、 エンドポイントセキュリティにおいても Windows PC とは異なる扱いとなり、セキュリティ担当の悩みの谷になっていることもあるかもしれません。そして、モバイルデバイスをターゲットにしたサイバー脅威が増加しつつある背景もあり、企業のセキュリティチームは、モバイルデバイスを守るためのツールを用意する必要があります。そこで、モバイルデバイスに最適なセキュリティについて詳しく見ていきましょう。 リモートワーク環境におけるモバイルデバイスの脅威。OS が堅牢な iOS デバイスなどのモバイル製品への攻撃の対象はデバイス本体ではなく、ネットワーク上のユーザーの行動にターゲットが切り替わるようになりました。JAMF で統計を取ったデータになりますが、コロナ前後でフィッシング攻撃に遭遇するリスクは26倍にも増えていると言われております。 昨今では正規のサイトと見分けがつかないほど巧妙な作りになっているものが多く、一度でも踏んでしまって組織の認証情報が抜かれてしまったら、不正アクセスによる情報漏えいもすぐに起きてしまいます。また、リモートワークのために業務用のモバイルデバイスを従業員に対応し始めた企業もあるかと思いますが、業務に関連しないデータ通信の利用により、不必要な通信コストを払っているかもしれません。もちろん、フィッシングなどが増えている理由の一つとして、 業務に関連しない利用方法によるリスクの増大が挙げられます。コロナ前後で業務外通信が50%以上増えています。上司や管理者の目の届かないリモートワークでは様々な不正通信によるリスクへの接触が行われ知らないところで甚大な被害が出てしまうこともあります。あるいは社外から安全な接続のために従来の VPN を利用している企業様も 社外からのアクセスが前提として設計されていなかった VPN 環境に限界を感じ、代替方法で組織のリソースに完全に安全にアクセスをできる方法を模索しているところも少なくありません。これら3つの課題に対して JAMF はこれらの機能別の3つのサービスをご用意しています。1つずつ見ていきましょう。JAMF スレッドラボのデータによると、 10人に1人がフィッシングサイトに引っかかっています。フィッシングサイトを踏んでしまうユーザーは前年比で160%と急増しています。その背景には、ブラウザの URL バーの横についている南京錠のマーク、つまり、HTTPS 通信を安全であると思い込んでいる利用者が多いことです。実際に、フィッシングドメインの93%は、この鍵付きマークの状態でユーザーを騙そうとしてきます。 身近なフィッシング攻撃以外にも多様な方法でデバイスへの侵害をするケースもあります。実に39%の組織が脆弱性を持つ OS や誤った設定などの状態で MDM 管理や適切なアプリへのアクセス認証を求めずに、つまりセキュリティ対策がまずい状態で本運用していることも明らかになっています。では、一体モバイルデバイスを狙う脅威とはどのようなものがあるでしょうか マルウェアとは、アドウェア、ランサムウェア、スパイウェア、トロイの木馬など様々な種類があります。ウェブサイトやアプリなどあらゆる方法で攻撃を仕掛けます。フィッシングサイトは従来より PC のセキュリティにとっては最大の脅威でしたが、モバイル分野においても最大の脅威です。攻撃者は真実と嘘を巧みに使い分け、認証情報やリモートアクセスなどの機密情報の漏洩を試みます。 また、アクセスポイントからの不正入出、データ流出、マン・イン・ザ・ミドル攻撃によるデータの傍受などの危険があります。その他にも、ご覧の通り、いろいろな脅威があることがお分かりいただけるかと思います。これらの多岐にわたる脅威からお分かりの通り、昨今のサイバー攻撃は多様化しており、デバイス上のセキュリティのみならず、ネットワーク上のセキュリティも同時に守る必要があります。セキュリティ対策のアプリだけだと防ぎきれず、 クラウドプロキシーを経由させた通信のチェックも行う必要があります。モバイルデバイスに関しても PC と同じ尺度でセキュリティを考えなきゃいけない時代になってきています。モバイルデバイスのセキュリティ対策というと、まだ多くの企業様が気づいていない盲点となり得るポイントです。しかし、ガートナー社の調査結果などから、これからモバイルデバイスがネットワーク上のリスクにさらされる率が高くなるというデータから、 デバイス側とネットワーク側を包括的に見ることがこれからのサイバー脅威に対処するための非常に重要なことがわかります。そこで JAMF では JAMF Threat Defense を用意しています。主にモバイルデバイスに関する脅威防御の機能です。デバイスにインストールされているアップに危険なものがないかを検知したり、デバイスの OS バージョンに脆弱性はないか、 CV スコアをもとにリスク判定を行うといったデバイス上の脅威のみならずフィッシングサイト、マルウェアサイトのアクセスブロック、データ漏えいや悪意あるドメインの検知や中間車攻撃などにあった場合も接続を自動的に保護するなどといったネットワーク上の脅威にもクラウドプロキシー経由で可視化を行っていきます。デバイス上とネットワーク上の脅威に両方対応できるモバイルスレッドディフェンス、 MTD ソリューションと呼ばれる製品群に位置します。機能特徴としてモバイル向けに設計をされているため、JAMF Pro や Intune などの UEM ソリューション経由で迅速に展開することが可能です。企業が所有している監視モードの iOS デバイスがあれば、構成プロファイルを配布した時点で即座に有効化されることと、エージェントアップに依存しない通信管理体制のため、ユーザーのデバイスの監視漏れを防ぐことができます。 また、Medium という独自の脅威インテリジェンスエンジンを使用し、リストに載っていないフィッシングサイトなど、ゼロデイの攻撃からユーザーとデバイスを保護します。先ほどお見せした脅威の一覧は、すべてこの JAMF スレッドディフェンスで対処ができます。多様な脅威を見分け、デバイスのリスクスコアを判定することができるため、これらのリスクスコアを条件付きアクセスに活用することも可能です。Intune とモ o イルスレッドディフェンスコネクターで接続をしたり、 Pro を経由した条件付きアクセスの適用ななど多様な方法があります次に、使用方法のリスクについてです。モバイルデバイスで生じている50%以上のデータ通信が、実は業務に関連しない内容であるということが明らかになっていることからも、モバイルデバイスを業務用に貸与しても、その使い方などに対して透明性が担保できず、導入を見送っている方や、導入してもデバイスに様々な制限をかけて、 従業員の生産性と引き換えに強引にセキュリティを確保している例もあるでしょう。何より、サイバー犯罪の4割が組織が認めていないサービスにアクセスすることが原因で発生しています。例えば、組織が認めていないクラウドサービスを使用したデータ漏えいなどです。そこで、業務に関連しない通信も同時に可視化、分析する必要がありますし、SNS など業務に関連しないものに関しては、Web 上のみならず、 アプリ経由でもブロックする必要がございま,すまた、これら、業務に関係ない通信でデータ通信料金の過大な請求を引き起こすことは避けなければなりません。そこで JAMF ・データポリシーというサービスで解決いたします。これは、ウェブサイトとアプリ経由の両方に対応したコンテンツフィルタリングというだけではなく、Wi-Fi やセルラー通信、海外のデータローミングなどに、 通信種別ごととに制御がでできるというユニークな製品ですアクセスしてよい業務に関連するもののみを指定し、すべての通信をクラウドプロフィシー経由で行いますので、ブラウザの種類に依存いたしません。また、データ通信量も通信種別ごとに計測をして、どのユーザーがどのドメインにどれくらいの通信量を使っているかなども判別させていただきます。 またこちらで主要な機能特徴を説明させていただきます。ダム p プロなど UEM 製品と連携することで、企業が所有するモバイルデバイスに強制的にアクセスポリシー、クラウドプロキシーの構成プロファイル、グローバル HTTP プロキシペイロードを設定することができます。これにより、ユーザーがデータポリシーのサービスをアクティベーションすることなく、自動でコンテンツフィルターやデータ通信量の可視化を実現することができます。つまり、 ユーザーのアクティベート忘れなどに悩む必要はありません。ゼロタッチで簡単に導入することができます。クラウドプロキシの使用により、組織に契約をしたサービスの利用頻度や、組織が禁止している項目をすり抜けたアクセスがないか監査に役立ちます。また、JAMF データポリシーでは、企業が認めていないストレージサービスなどへのアクセスをブロックすることで、ブラウザやアプリの両方で、企業の機密データが漏えいすることを防ぐ手助けをいたします。 また、業務に関連ない通信を排除することで、従業員の生産性も向上することができるでしょう。次に、業務アプリへのセキュアなトラフィックの確保について見ていきましょう。そもそも、従来の VPN は、境界型防御において、原則社内という境界の内側の通信に対して、そして例外として、社外から、つまり境界の外側から通信を安全にするために設計をされていました。 そのため従来の VPN を在宅利用で使うためには様々なセキュリティ面での課題があります。現に JAMF スレ r e a t Lab の調べでリモートワーク関連の重大インシデントのうち68%が従来の VPN が起因していると分かっています。従来の VPN は拡張が容易ではなく維持費が非常に高くつく場合があります。また通信速度が遅いことにより業務効率に悪影響を及ぼしたり 一日中頻繁にに接接続続ががが切れてて再接続が発生するるためエンドユーザーザの使いいい勝手が非常に悪くなっている可能性もございますとある企業様のお声ですがリモートワークが始まってから一斉に VPN を従業員が接続することとなり今までの例外としての社外からの通信トラフィックが大幅に超える接続が行われ業務時間中は通信速度が非常に遅くなりまともに在宅勤務ができないといった例もございます。 そこで JAMF プライベートアクセスというモバイル環境に最適な次世代 VPN ソリューションを提供します。従来の VPN で解決できなかった従業員体験と、社内システムや業務アプリへの安全な通信を両立することができる製品となります。WireGuard ーー技術を用いたアプリケーションベースのマイクロトンネリングを利用した次世代 VPN 通信は、アプリケーションやサービスへのアクセスを最小限の権限で強制し、 横方向のネットワーク攻撃展開を防止することにより、万が一アクセスが侵害された場合にも、アプリケーションやサービス、ネットワークの両方を保護します。また、デバイス、ユーザー、セッションごとに常時監視とトラフィックログの収集を行います。つまり、IT チームとセキュリティチームが問題を特定し、トリアージし、そして修正するために必要な情報を全てウェブベースの管理コンソールから確認することができるのです。 ここでも主要な機能をいくつかご紹介します。アクセスポリシーの適用はすべてのデータセンター、クラウド、サーサーアプリケーションで一貫して行われます。さらにデバイスの種類や通信によるネットワークの種類に関係なく、許可されたユーザーのみが業務アプリや社内システムに接続することができます。つまり常時接続のため、従業員は従来のような VPN への再接続を繰り返し要求されることはなく、 ストレスフリーで安全な通信を行うことができます。何より、モバイルデバイスで課題となっていた Wi-Fi からキャリア通信への切り替わりのタイミングにおいても、デバイスがスリープの状態でも、安全な接続は常に維持されます。Apple のネイティブフレームワークに最適化されて構築をされているため、優れたパフォーマンスを実現させていただきます。ゼロトラストネットワークアクセスの小さなフットプリントと高速で 効率的な設計によりバッテリー寿命への影響も最小限に抑えられ、かつエンドユーザー体験を妨げないように静かに動作いたします。物理的なハードウェア、証明書、複雑な設定を管理する必要はもうありません。クラウドベースのシンプルなウェブアプリを使って JAMF プライベートアクセスのアクセスポリシーを設定します。証明書の代わりに Azure AD や OCTA などの IDP サービスと統合し、ユーザー認証を行い、 JAMF プライベートアクセスのアクセスポリシーに使用します。また JAMF Pro やインチューなどの UEM 製品経由で簡単にデバイスに展開することができます。ゼロトラストネットワークアクセスは流行語のようなもので多くの方が関心を寄せているかと思いますが、現在必ずしも広く導入されているソリューションではありません。そこで JAMF プライベートアクセスの優れている点として、まずは従来の VPN に置き換わるソリューションとして、 リモート環境下で社外からの業務アプリへのアクセスに対する現実的な解決策として導入できることです。つまり、今すぐ従来の VPN の在庫製品としてご利用いただくことができます。その後のネクストステップとして、より多くのセキュリティ機能を有効にし、デバイスの脅威判定情報をもとに SARS などへのアクセス制御も行いたいという条件付きアクセスへのニーズに対して、ZTMA のソリューションとして、 利用することでセキュリティを高めることができます。未承認のデバイス、無効なユーザーアカウント、危険なデバイス、サポートされていない設定やアプリがインストールされたデバイスへのアクセスを防止することで組織のセキュリティ体制を強化します。以上3つのサービスを昨今のセキュリティ事情と合わせて説明をさせていただきました。この3つのサービスは JAMF トラストと呼ばれる共通のエンドユーザー向けアップと レーダーポータルと呼ばれる共通の管理者コンソールで動作いたします。機能別のライセンスを提供させていただいておりますので、組織のニーズに合ったモバイルデバイスのセキュリティ対策にご活用ください。次に OS ごとに最適なデバイス管理を行う理由と、Microsoft 環境を例にしたデバイスの条件付きアクセスへの登録連携についてお話をいたします。 アイダスのようなユーザー基盤を最初に整えた企業様に関しては、次のステップとして、モバイルデバイス管理ソリューション MDM の導入などを検討いたします。クラウド化が進んだ情報システムの中でも、組織が認めたデバイスからのみ、業務アプリや社内情報にアクセスできるように、条件付きアクセスの体制を用意する必要性が高まってきています。現に85、85%の組織が機密情報をクラウドで管理しています。昨今、 社内ソリューションのサーズ化が進み、マシン OS に縛られなくなった中で、従業員の62%は Apple 製品を業務で利用したいという統計データがございます。これは現在のビジネス現場での Apple 製品導入状況よりも多い割合であるため、今後も組織における Apple 製品の利用のニーズはますます高まっていくと言えるでしょう。従って Apple 製品に特化したデバイス管理ソリューションを選びつつ、 組織の従来の情報システムの軸に合わせた連携も必要になってきます。多くの企業は Windows を中心とした、つまり Microsoft 製品を中心に情報システムを立てていることが多いかと存じます。そこに Apple デバイスという新たな要素が加わったとき、Windows PC に接通している担当者の様は、どうやって Apple デバイスを管理しよう、ましてや iOS デバイスなんてどこまでポリシーを決められるのかと不安に思うことがございます。 何より OS ごとに管理フレームワークが異なりますので、その管理方法も全く新しいものになることは当然のことです。すべての OS プラットフォームに対応しているデバイス管理のシステムが選択肢に入ることがあるかと思いますが、Apple デバイスを WindowsPC 環境に限りなく親和性を持たせて、なおかつこれらの環境を同等水準でしっかり管理したいというニーズが出てまいります。そこで Apple のネイティブフレームワークへの対応はもちろんのこと。 アップルデバイスを管理する MDM 製品としての操作性、デバイスへのコマンド送付状況の把握など、体系的な管理運用に耐えうる製品を選定する必要があります。JAMF Pro は Apple デバイスの管理状況を可視性や自動化など、独自の強みを持っております。実際に JAMF は Apple デバイスに対する MDM 製品として、2018年より G2 により評価でオーバーリーダーとしてい、 常に1位を記録しており、数多くのお客様から高評価なレビューをいただいております。Apple デバイス管理のソリューションとしてスタンダードとなっておりますので、Apple 製品による組織の成功をお手伝いさせていただいております。Apple に特化した JAMF の大きなメリットは、同日サポートと呼ばれる JAMF の歴史と取り組みです。Apple は日々進化する M1 チップシリーズ搭載のマークコンピューター、そして 2021年には MacOS Monterey や iOS、iPadOS15 もリリースされました。JAMF では Apple が毎年リリースする新しいソフトウェアに10年連続で同時サポートを行っています。同時サポートにより新しいバージョンがリリースされたその日から利用者がデバイスのバージョンアップを行ってしまってもデバイス管理に支障を来すことはございません。これは Apple と JAMF の強固なパートナーシップによって達成しています。 このように OS ごと適正なソリューションを選定いただくことで、Apple 製品の管理の水準を従来慣れ親しんでいただいた Windows や Android の管理と同じように引き上げることができます。さて、ここから話を戻し、デバイス認証としての条件付きアクセスについて見ていきましょう。条件付きアクセスというと、昨今のクラウド化で代表的な方法の一つとして、Microsoft の Azure AD 条件付きアクセスが挙げられます。 マイクロソフトの Azure AD 条件付きアクセスは、マイクロソフトの MDM 製品である Intune と統合することで実現できる、コンプライアンスに準拠したデバイスのみを会社のリソースにアクセスさせるという機能です。JAMF Pro は条件付きアクセスをマイクロソフトとのパートナーシップによりサポートしています。つまり、Intune で Apple デバイスの管理を行っていなくても、JAMF Pro で Apple デバイスの管理をしながら、Microsoft の条件付きアクセスに参加させることができるのです。 JAMFPro と Microsoft の Azure AD および Intune を連携させることで JAMFPro で管理している iOS、iPadOS が組織のコンプライアンスに準拠しているかどうか確認することができ条件を満たしたデバイスのみが業務アプリなど社内のリソースへのアクセスを認められますこれにより従業員の個人用の端末など組織が認めていないデバイスからのアクセスを制限することはもちろんのことデバイスのセキュリティ状態を判断し 安全なデバイスかどうかまで識別をしてアクセスを制御するために、組織のリソースをより安全な状態に保ちます。利用の流れとしては、まず JAMFPRO 上で安全なデバイスの条件を定義します。JAMFPRO の強みとなる豊富なインベントリー情報を活用し、デバイスに関する条件も、ユーザーに関する条件も併用して、組織のニーズに合ったセキュリティポリシーを作成します。例えば、 デバイスの暗号化が有効で iOS15 以上先ほど出てきた JAMF スレッドディフェンスで判断されたデバイスの脅威レベルが低もしくはそれ以下というような安全なデバイスの条件を作成します次に JAMF Pro と Azure AD を統合しますがここでインチューン側のパートナーコンプライアンス API を利用して統合します JAMF と Microsoft のパートナーシップにより、クラウドコネクタが用意されているため、ワンタッチで簡単に統合することが可能です。これにより、JAMF Pro で管理している iOS デバイスが Intune を統合コネクタとして使用し、Azure AD の条件付きアクセスに参加させることができます。最後に、JAMF Pro から条件付きアクセスに必要なセルフサービスアップと Microsoft Authenticator ーーアップを配布します。これらのアップは、 Azure AD 条件付きアクセスに登録するために利用します。ユーザーは初回アクセスに認証を求められ、画面の指示に従ってログインを行うだけで条件付きアクセスへの登録が完了します。登録後に万一組織の条件を満たさないデバイスだったためには、このようにアクセスがブロックされます。それでは最後にまとめです。 昨今のリモートワーク環境において PC 同様にモバイルデバイスの脅威に対応する必要性と現在のサイバー脅威の状況についてお伝えしてまいりました JAMF は新たなセキュリティ製品とそして従来通りのデバイス管理製品としても両軸から Apple デバイスの安全な運用をお手伝いできるとご紹介をさせていただきましたセキュリティ製品として JAMF が提供する モバイルデバイス向けのセキュリティ、MTD ソリューションをご紹介させていただきました。昨日別の3つのサービスがあり、コアとなるモバイルデバイス向けの脅威防御を行う JAMF Threat Defense。あらゆるいはデータ通信量の可視化、制御、コンテンツフィルタリングを行う JAMF Data Policy。次世代 VPN ソリューションとして社会からのアクセス課題を解決し、ネクストステップとしてのゼロトラストネットワークアクセスを担う JAMF Private Access という それぞれのサービスが必要な背景や機能をご紹介させていただきました。そして、デバイス管理製品として、OS ごとに適正なデバイス管理の運用体制を整えるため、Apple 製品に特化した MDM 製品、j a m f Pro がデバイスセキュリティの一端を担う、Microsoft Azure AD 条件付きアクセスとの統合ができることをご紹介しました。OS ごとにデバイスを選ぶ必要性はありますが、このように iOS デバイスのセキュリティ製品として、そして、 デバイス管理製品を1社でまとめて行うことで導入ハードルを格段に下げ手厚いサポートを実現いたします JAMF は初期構築支援のみならず継続した運用のご支援をする体制が整っております JAMF 製品導入後に皆様の組織で Apple 製品運用のお手伝いをさせていただければと思いますこのセッションは以上となります何か役立つ情報は得ていただけましたでしょうかトライアルの申し込みはこちらの QR コード またはこちらのメールアドレスまでご連絡ください。本日はお時間いただきましてありがとうございました。引き続き、JAM ォをよろしくお願いいたします。